都道国、都道国、お島の国は、大法律領の国軍佐渡を踏襲し母親戦争、函館戦争終結直後に制定された日本の地方区分の国の一つである。北海道、両政に含まれた。国名は、北海道の旧省あるいは、北海道の入り口を指している、渡島という言葉、読みは、南部つがるの人たちがこの地を、お島と呼んだことに由来。 道南に位置し、現在の都東総合振興局管内と、檜山振興局管内のそれぞれ南部、東は、現在の八雲町の内宮を都市部村以南、西は同じく旧熊井市町以南にあたる。ここでは都東国成立までについても記述する。日本書紀によると、江戸政党が盛んであったアスカ時代の最明天皇の頃、安倍平府による遠征がしばしば行われ、 北海道やカラフトに分布するヒグマを献上したとあることから、都道国域にも訪れたとの説が有力である。この頃にはすでに本州と北海道との間に交流があったと見られているが、後に、お島半島を中心とする地域では、薩門文化と本州弾き文化の混合的文化ある、青苗文化が成立。この青苗文化を背景として、 本州と江戸との交易に携わる集団が形成され、私党と呼ばれるようになった。私党は、江戸座汰職、江戸大官、室町以降は、江戸関連安藤氏の支配下をかれ、その活動範囲は、大島半島周辺地域にも及び、居住地は、道南であったとされる。法事元年には、源の頼家の家臣荒木大学が発見したと、される、尻内打ち温泉が開けゆしている。 室町時代頃には、都東国域に、道南十二館をはじめとする和人の拠点が、築かれていた。応仁の乱のちょうど十年前の交渉三年、長六元年に、古車満院の放棄が起こり和人は窮地に陥ったが、花沢館館主、柿崎記、茂上国守護の各将、武田信弘が、古車満院親子を打ち取り危機を脱した。その後も、永正九年書や、書や工事、 次兄弟率いるエゾが放棄するなど戦いが散発たが、武田信広の着難、柿崎光弘とその子義弘が平定。和人豪族の統一も進み、柿崎氏が支配権を確立してゆく。文禄元年、柿崎義弘が豊臣秀吉からエゾ投手として承認され、安藤氏から名実とも独立以降松前氏を名乗るようになる。江戸時代に入ると、 正木藩が成立。この頃、正木城の下、福山館が築かれている。正木藩は、江戸との交易独占権が認められており、江戸近く地に設けた場所と呼ばれる、地業地で、正木藩家臣は、江戸アイヌとの交易を行っていた。和人地であった、都東国域には、後の茅部軍に相当する地域に、完成12年まで、函館六が、場所が開かれていた。 上京2年から、水田のあった、亀田郡域の大野村周辺など一部の例外を除き、ほとんど米作が行われていなかった、都東国域をはじめとする正木藩の所領では、当初、倉入地以外の江ゾ地及び、和人地において旧地に相当するものとして漁場及び、江ゾとの交易地域である、秋内場、場所を設け、そこでの交易権を治療として家臣に分与する、秋内場。 場所治療が行われていたが、後に公益権そのものを、場所受け追い人の名目で商人に対抗させて、治療主は一定の運上金を得るという、場所受け追い制に移行していった。江戸時代から明治時代初頭にかけての都東国の交通について、陸上交通では、欧州街道の脇街道である、正木道が仙台から津軽海峡を挟んで、正木を経て函館まで、 またまさきから上の国、江差し方面へは、小さご参道が、木古内から上の国までは、木古内参道が、函館から、茅部峠を通りしの木方面に至る道、国道5号の前進などが通じていた。このほか、幕末になると、福山上の国間参道、江差しと函館を結ぶ、うずら参道、大野越、従来の茅部峠よりも、 距離の短い藤山群川間の群川振動などが改作されている。また、大島国内の河川には、半世時代から廃止地検までの間17カ所の土線場数があり、渡し船なども運航されていた。海上交通は、機内や瀬戸内地域、山陰や北陸、大雨といった日本海側地域などとの間に北前船の航路が開かれ、物流も盛んに行われた。 江戸時代初期の寒冷十七年、亀田郡域と茅部郡域にまたがる駒ヶ岳で、山体崩壊を伴う噴火があり大津波が発生。内浦湾対岸の胆振国域で、多数の死者が出ている。またこの噴火は、寒冷の大飢饉にも影響を与えた。上皇二年には、湯の川温泉は発見されている。元禄七年にも駒ヶ岳が噴火。この時は、火砕流を伴うものであった。 死者、行方不明者は700人以上と言われている。江戸時代中期の漢方元年、大島が噴火し津波が発生、熊井市から正木にかけて多くの犠牲者が出ている。正木藩の公式記録では1467人が死亡及び行方不明、村ごと消滅した場所もあるため、一説には2000人から3000人以上とも。江戸時代後期の今日は2年2月。 江戸幕府が函館に江戸奉行を置く。これは、講義五領となっていた東江戸地を管轄した。同年5月江戸奉行を函館奉行に改称。文化4年、都東国域や西江戸地なども講義五領とされたため、正木藩は道の区国、後の岩代国、伊達国柳川に急戦国で天保。柳川藩、函館奉行を松前奉行と改め、正木に置いたが、 文政四年抗議五両となっていた、都東国域や江戸地などを、正木藩領に福島妻江氏が復帰。これに伴い正木奉行を廃した。降下三年、亀田軍域東端の閲産で、水蒸気爆発に伴う停留が発生し犠牲者が出てる。安政元年には、外国船に対する警護のため、正木藩によって、 上磯郡域に時れじ陣屋は築かれたが、安政2年函館開港などの影響で、都東国域の乙部村井北と、木古内村井島は再び抗議御料とされ、函館函館奉行が置かれた。奉行、御預かり書の敬語は、西軍の乙部村井北は、津軽藩、上磯郡と、亀田郡西部が、正木藩、亀田郡東部とかや部軍は、南部藩が行った。その翌年、 再び駒ヶ岳が火災流を伴う噴火。江戸正木限り通用であった函館通報も発行された。また、安政六から7年には、西温泉が発見されている。源氏元年、函館奉行所を五両閣に移した。母親戦争の頃、慶応4年明治新政府によって、函館奉行を引き継ぐ函館裁判所、後の函館府が置かれ、また、 マサキ藩は、館城に移り藩藩となる。タッチ藩は、函館湾海戦などの行われた函館戦争で、旧幕府軍、江夷共和国と戦っている。江夷共和国は、外国との条約も結んでいたため、後のガルトネル海昆条約事件の原因ともなった。函館戦争終結後、函館県、旧函館府は廃され新たに開拓市が函館に置かれた。 夏季三年に解散された檜山郡の上国寺にある本堂は現存する中で北海道最古の建築物である。このほか、室町時代に尻部市国奥尻郡より移った津軽郡の方言寺、江戸時代に解散した龍雲院,院や新州大屋派、函館別院、その他西郡の門正山、宝蔵寺、無料寺などがある。都道国への和人の進出は古く、それぞれ、 北海道最古の神社、宇和神大神宮や船玉神社は、鎌倉時代以前の、函館八幡宮や伊勢神宮の御霊を分祀したと伝わる、三条大神宮は、室町時代の創建、伊勢神宮の大麻、お札を祀ると伝わる徳山大宮宮もあずち、桃山時代には存在していた。上上大神宮と徳山大宮は、都国一の宮と称され、また、 函館八万宮は、かつての映像地創者である。制定当初は七軍で構成された。明治5年、1872年の人口は、七万五千八百三十人を、数え、北海道人口の6割に達していた。その後の人口については、都党総合振興局、人口を参照。室町時代の主なものを挙げる。茂るべっ大館。大 花沢館を拠点としていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。